はい、こんにちは、武田クリーニングです。本日ご紹介のアイテムはバーバリーのトレンチコートでございます。自分の親から、受け継ぐコートというふうなことでね、お母さんが着てたコート、お母さんが買ったコートを娘さんが着るというような事例では、本当にバーバリーのコート多いですね。そんなね、リンクコーデというか、お揃いというかね、そういったものをしようと思えば、いくらでも近年物のお洋服でできるわけですよね。同じお洋服を着ようと思えばね、色違いで着るとかね、でもそうじゃなくて、実際にね、昔自分の年齢の時の母親が着ていたコートをその着るわけですから、そのお母さんもまあいろんな思いがあるでしょうしね、素晴らしいなというふうに思います。そんなことができるのは本当にね、稀なお洋服だと思いますよ。本当にね、そういったお客様のからお預かりしているのはお洋服なんですが、そういったね、思いも一緒にお預かりしているという認識で、作業させていただこうと思います。相当古いお洋服です。もうね、30年40年経ってるんじゃないかなというようなお洋服なんですが、まず状態がいいです。生地の状態は本当に良くて、あまり着てなかったんだろうなというふうなことがね、本当に分かります。ただその収納中にできたシミがたくさんあります。それはね、収納中にカビが1回ついてしまい、そのカビが時間の経過とともに酸化してしまったことによる変色地味でございます。この辺からずっともうね、裾にかけては全部にございますね。よく見ると分かるんですが、ドット状の細かい薄いシミが無数についています。それをね、全部きれいにするのが今回の私の仕事になります。まあね、似たような事例たくさん紹介してますから、自分のお洋服も同じようになってるなと、同じようにきれいになればいいなというふうにご相談いただく、そういった事例であればね、同じようになる可能性は十分あります。ただ同じようなシミであってもですね、生地の状態が違ったり、シミの反応が違ったりっていうふうなことがありますので、作業内容がそのまんまそっくり同じかと言われればそうじゃないんですが、でもね、ゴールに設定するシミゼロの状態というのは一緒なので、お母さんがね、実際にシミゼロの状態で着ていた時のコートの状態にね、復元できるんじゃないかなというふうに思います。しかしすごいですよね、何十年経ってもやっぱり同じように素敵に着られるんですからね、本当にすごいと思いますよ。はい、こちらタグです。ドライクリーニングになっておりまして、素材は綿ですよね、綿 100% になってます。はい、こっちか、綿 100% で、胴裏が綿で袖裏ポリエステル、これ裏地の柄もね、本当にいい状態で残ってます。だからこの柄もね、損なうことなく綺麗にしたいと思っております。まあ裏地にもね、ちょっとシミがありますね。ちょっとね、裾が翻った時にね、このチェック柄が見えて、パッと見バーバリーだと分かりますしね、トレンチコートというだけで、この色のトレンチコートというだけでなんかバーバリーっぽい感じがするほどの、まあブランドを代表するアイテムでございますのでね、綺麗にして、お母さんにも娘さんにも喜んでいただきたいなというふうに思います。はい、こちら仕上がりになります。めちゃくちゃ綺麗になりました。シワシワクタクタとしていたのがですね、すっきりと仕上がっている、パリッと張りのある仕上がりになっているのがこの状態で分かっていただけるかと思います。全体的に収納中にできたカビ地味といいますかね、黄変地味があったのがすっきりと綺麗になっております。特にね、裾の方にそういったシミがあって、たくさんこう一回りぐるっとついていたのがですね、一つ残らず綺麗になっております。もうどこにもシミが残ってない、つまりこうシミゼロの状態にすることができております。それからこの裏地の色柄は全く損なうことなくですね、落ちにくい黄変のシミだけをきれいにしておりますし、このブランドのタグ
にも何の影響も及ぼしておりません。襟とかね、袖とか着用に伴うところ、伴う汚れがつきやすいところにですね、そんなに色の段差がなかったので、あまり着てなかった状態でわずか収納している時にね、ついてしまったシミが、やっぱり一番取りたかったシミだと思いますね。信じられないでしょ。これもあれですよ、もう30年以上前のコートだなんて思えないぐらいの本当に素晴らしい生地の状態で、もうね、30年前のコートをこれから30年着続けられるんじゃないかなというふうに思いますね。トレンド、いろいろ洋服のトレンド変わりますけど、でもそんなトレンドフルなお洋服も着たいけど、こういうベーシックなですね、トラディショナルなお洋服だって全然ありだと思いますね。しかもこれ1枚羽織っていればですね、まあ大抵のお洋服に着回せるんじゃないかなというふうに思いますしね、大変しかもおしゃれに着られるんじゃないかなというふうに思います。いいですね、最高ですね。やっぱり、お母さんから娘へというふうなことで、今度は娘さんからですね、今度はお孫さんへなんていうふうなこともありえるようなことだと思いますので、大事にしていただきたいなというふうに思います。素晴らしい仕上がりになりました。ご利用ありがとうございます。それではまた次のバーバリーのコートの染み抜きでお会いしましょう。武田クリーニングでした。ありがとうございます。